はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、タゴケンです。今日はね、なんと5% とゲロ吐き王子の誕生日でございます。皆さん拍手って、どうでもいいか。どうでもいいよね、あいつの誕生日なんて。で、どうでもいいよね。で、で、できれば、このね、動画のコメント欄に、祝福のメッセージをしていただけると、彼らかなり喜ぶと思って、よろしくお願い申し上げます。で、言わないよ、今日、ござる。やべえよ、一人で何やってんだよ。一人で何やってんだよ。やっと終わりました。今回の、なんだっけ。日本遠征でいいのかな。やっと終わりました。いやー、大変だった、マジで。マジで大変だった。牛丼食いて、ラーメンも食いて、ハンバーグは結構食った。こんな感じでございます。お前何動画撮ってんの？ねえ、載せちゃうよ。そんなこと言ったら、載せちゃうよ。ねえ、何動画撮ってんの？載せちゃうよ。いやーもうね、大変っすよ、マジで。もうね、やばいっす。あとね、ここで、お知らせがあります。今回の栃木、なんだっけ、コーチング、タゴケンコーチング会、講習会、結構予想を上回る反響だったので、タゴケン来月来ちゃいます。またジャパンに、でボーでね、来月の開催場所を発表したいと思います。来月はドゥン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 ピー、来月は京都府でーす。え、京都県だっけ、京都府だっけ、超えてちゃった、超えてちゃった、超えてちゃった、来月は京都府でやりたいと思います。皆さん、時間がある人と、タゴケンとバドミントンがしたい人、ぜひぜひ来てください。またね、詳細はなんだっけ、少しずつ出していきたいと思うので、よろしくお願いします。ということで、今から何しよっかな。でも疲れたから寝るか。ということで寝たいと思います。皆さん今日もお疲れ様でしたでござる。はい、ブロー、どう、なんか質問ある？質問、うん、なんか質問、今は何キロですか？今わかんない。100キロ行きましたね。この中行ってないっしょ。行きました。いや、マジ行ってないって。とりあえず、明日マレーシアの方に戻るので、マレーシアにまだ戻ったら、ちょっとね、ストロークの動画まで載せていきたいと思います。日本に来て良かったですか？良かったですよ。またね、いろんな人とね、出会いましたし、ちょっと疲れましたけど、まあ、疲れた中で体重が増えていくと、これほどね、立ちの悪いものはありません。大輔、なんか質問ある？僕ですか？20%の男、10%だっけ？10%ですね。
何か質問あるの？これの。え？田中さん好きな食べ物ってないですか？いいハンバーガーでしょ。それ3回ぐらいあってるんです。じゃあ好きなファミレスは？好きなファミレスは俺ココスが好きだよ。ココス。かわいいっすね。ダメなのコース。いやなんかジョナサンとかそっち系かなと。いやデニーズとかも美味しいけど。はい、いや俺どその三つが並んであったらコースに入るから。サイズは？サイズはちょっとないかな。ないからとか言っちゃいけない。いや疲れたよマジで。あれさっきイヤホンつけてたんですけど今つけないですか？いや大丈夫もう。あ大丈夫ですか、うん。あれは何だったんですか？あれはねあのイヤホンだよ、ね。メーカーとか。メーカーはアディダス。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 ヨネックスだったっけ？ヨネックスっすね、あれは。ね、結構高そうに見えたんですけど、ね。いや、そんなのないよ、はい、うん。ちなみにお値段とか。お値段は3,900円。398,800円。なんだ今の。もうお前俺のことはいいんだって、もうほっとけよ。いや、みんなタオ先輩見たがってるんだよ。いや、マジでね。なんか疲れたわ。疲れましたね。疲れたでしょ。疲れたのに太ってる、うん、それ以上に食べてるってことですね。さっきヨネックスのブース行ったじゃん。はい。でヨリンのさなんか少年たちにさ写真撮りましょうみたいな。はい。俺はさもう多分すでに健一タゴではないよね。タゴ犬としてね。タゴ犬として。 YouTuber のタゴ犬として ね。はい。今日午前中さ、倉庫の方にさ、練習ちょっと行かないといけなくて、ちょっと見ないといけなくてさ、行ったらさ、レディースの方たちがさ、ちょっと来て、見てますみたいな、毎日見てますみたいな、もっとどんどん乗せてくださいみたいな、写真撮ってもらっていいですかみたいな、言われちゃってさ。写真撮ったんだけど、はい、それ大事だよね。ドスはしなかったんですか？ドスはしないでしょ。もう少しでされそうな雰囲気があった。逆にいいっすか？逆ドス。逆ドス。逆ドス。壁ドンみたいな。壁ドンみたいな。何日か行ったんですか？いや1週間ぐらいだっしょ。 5% 何してるんですか？いや 5% わかんない。今日 5% 今日誕生日なんでね。本当お祝いしないですか？いやしないでしょ。この笑顔もうこれ YouTube で5% のことを喋るだけでもあいつは多分すごく嬉しいと思うよ。なんか LINE とか電話とか何もしなかったんですか？お祝いのメッセージとか。いやなんかさっき誰がいんのって聞いたら宇都宮の安楽亭ですとか変なボケ入れてきたんで、あもういいやと思って、あ了解ですって送ってやったよ。了解です。ドッキリとかした方がいいんじゃない？いや大丈夫ですよ。ドッキリとかすることもあの人物ではないし。5% だな。やばいねマジで。まあ、とりあえず明日戻るんで、皆さんまた元気でやっててください。明日何時フライトなんですか？いや明日夜だよ。夜結構遅いんだよね。11ぐらいじゃなかったかな。に羽田に行ったらタゴ先輩に会えると。あタゴ犬か。タゴ先輩じゃねえだろ。何がタゴ先輩。タゴ犬だろっつって。え、会えちゃう？はい。太ってるから目立っちゃうよ。白なんで膨張してるっす。マジで。はい、やばいです。やばいマジです。グラドルになってる。ということで、今日はこの辺で、タオケン多分今日は早く寝たいと思います。はい、ということでね、ただいま帰ってまいりました。ただいま時刻、夜の7時でございます。タオケン冬眠したいと思います。明日マレーシアに帰って、明日の夜便で帰って、マレーシアに明後日の朝に着くのかな。でなるべく早めにね、また皆さんに新しい動画を届けできるようにやっていきたいと思います。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さん、いい夜を。バイバイ。